どうも隊長です。ブッフォンキャリアモード続きやっていこうと思います。今回の予定は、グループステージ第4節ナポリ戦と、リーグモナコ戦の2試合やっていければなと思います。ちょっとここからスピードアップしていこうと思います。で、今現在チャンピオンズリーグの順位、パリサンジェルマンは2位、3位にナポリと、で勝ち点差はわずか1で、前回ナポリ相手に3対1と快勝できたんで、今回アウェーナポリ相手に臨むんですけども、これ勝てればパリサンジェルマンね、安心非常に楽になるんで、グループステージ突破も楽になるんで、どうしても勝ちたい試合。リーグ戦に関しては現在パリサンジェルマン3位と、前回マルセイユ相手にね勝てたし、最近のパリサンジェルマンは調子いいね。ネイマールが10月の月間最優秀選手を受賞と、まあここ最近のネイマールのね、あの活躍を見たら、もうこれはもう全然疑問に思わないですね。ちょっと前まではもうこいつやばいんじゃないのって思いましたけど、うん、もう前回は本当ネイマールのおかげで勝てたナポリとか、首位相手のマルセイユとか、あとブッフォンね、最近無失点が続いてると、まあ失点もあるけど、なんかなんて言うんだろう、キーパーとしてそんなミスするっていう失点はしてないとは思う。個人的には、個人的にですよ、見てる皆さんがどう思ってるか分かんないけど、でもキーパー経験者からしたら、いやもう全然じゃんっていうね、思う人が多分ほとんどだと思うけど、でも今16試合出てクリーンシートの試合8試合あるんで、まあいいんじゃないかな、上出来な方ということで、今日はチャンピオンズリーグアウェーのナポリ相手に臨みたいと思います。負けると、うん、あんま負けること考えたくないけど負けると怖いな。よし、というわけで今回絶好調のネイマールが出場してるということで、もうブッフォンはゴールマウスを守るだけ、やっていきましょう。でもこれ決勝までいけるかな、ね、ブッフォンの最後のシーズンとしてやってるから、決勝までいけたら本当に完璧なシーズンと言ってもいいけど、まあまずはグループステージ突破だよな。よし、やっていきましょう。まず1点取ってよ。最初から失点しちゃうと、おっと早速突破されました。カージェホン、おっと向こう側来て、うっ、あーっと、いきなりピンチいきなりピンチ、ネイマールイエローカード、コーナーか、ショートコーナー、ニア要注意な。うわ、カバーニー反転シュート、キンペンベ、カバーニー、ムバッペ、いや繋がるな繋がるな、おい、ネイマール、おお入るか、入らない。もう前半開始してもう4本ぐらいシュート取ってる。ムバッペキープして、終わった。お、来た来た、オフサイドじゃない。おっと、あー、カバーニにやってたら決まってたな。ピンチ、パリピンチ、これピン、ピンピンケンゲピンケンゲってなんだよ、キンペンベな。まあでも本当に最悪引き分けなんだよね、残りの試合数とか考えたら。負けると非常に厳しい状況に持ってかれるんで、カジホン、うわー、まだある、うわー怖え、今のは神セーブ。あれ、セーブした後はあれだな、油断しちゃいけないな、終わったっていうあの気持ちになっちゃう。あ、守りきったっつって、あれ一番危険な時だからな。セーブした後のこそね、こぼれたボールに対してどういう対処するかだよね。よし、前半終わったんですけど 0-0 ですね。パリの方が攻めてっけど、シュートまで持ってってっけどな、相手のキーパーに全部セーブされてる。
うえ、クロスほんと怖いよ。おっとクロス入れてきた。ただこれはカウンターへとつながるか。お、惜しい。クリバリやべえな、察知能力が。戻して、危なかったら戻して。やばい、ナポリペース。クロス、いい、シルバーナイス。まだある、まだある。ここで油断しちゃいけない。はい、ゴールキック、早く決めてちょー早く決めてちょー。え、判断が、判断が遅い。ヘセ、点取って引き分けはいいけど。おお、来た、はい来た、ナポリの守備すげえな、ホームになると。ラビオもうこれ打っていい。おい、キーパーナイスセーブ。打っていい、いやー、押されたんじゃない今の。ロスタイムあと2分ある、あと1分。おっとこれ一発で決まっちゃうか、この試合、この試合一発で決まっちゃうか。うおコーナーのピンチ、一発で決まってしまう可能性ある。おまだ、あ、試合終了、スコアレスドローですね。お互い勝ち点1を分けた結果となりましたと。うん、まあちょっと危ないシーンはあったけど、レート 7.4、 うん、決められそうだったな、シュート絶対こっちの方が多かったもん。まあでも失点はしなかった、まあ、ブッフォンの名言ですけど、なんだっけ、なんだっけな名言なのに忘れるっていう、なんだっけ、俺がゴールを守ればチームが負けることはない、ちょっと多分間違ってると思うけど、多分そういう風な感じのこと言ってたから、まあ、その通りのことはできたね。ということでチャンピオンズリーグです。リバプールはセルクルブルージュ相手に引き分けたか。まあもう突破はもう確定してるんですけども、パリサンジェルマンはまだなんだよね。次の対戦相手はリバプールですね。確か初戦がリバプール相手だったんですけど 2-0 で敗れたんで、まあ、セルクルブルージュ相手には絶対勝たなくてはならないでしょう。もうこれは勝つという前提でいこう。もう前提の話しますわ。うん、セルクルブルージュ相手には勝って、でリバプール相手には最悪引き分け。ということで次はリーグ戦のモナコ戦ですね。現在パリ・サンジェルマンは3位ですと。首位との差は5ポイントか。まあスタッドレン抜きてえな。次はモナコ相手ですけど、まあ、モナコが意外にも、ね、波に乗ってないっていうか、引き分けの数が多いね。まあこの試合もスコアレスドローかな。うん、スコアレスドローだわ。よしよしよし、これでブッフォンはリーグの中では一番の無失点ゴールキーパーだからね。ちょっと個人的な成績も重視したいから。いやちょっとこのままで動画終われんな。やっぱりなんか終われん、パッとしない終わり方になっちゃうな。次ちょっとチャンピオンズリーグのリバプール戦あるんで、これやりますか。もう、うわ、代表戦スキップしたらすげえ、すげえな。 4-1 で勝って 3-0 で勝つイタリア代表強え。ベラッティ負傷、脳震盪よし、リベンジや。前回は 2-0 で敗れたけどな、もうその時のパリと違うんだ全然違うっていうとこをこの試合で見せてやろう、みんな。メンバーは普段と変わんないね。ベラティの位置にバネガが入ってるぐらいか。よし、やっていきましょう。今日は3試合もやるとは思わんかったな。今回はパリのホームです。いやー、この試合な、ちょっとリベンジっていう意味も込めたら勝ちたいんだよ。メンバーは初戦と変わってないんじゃないかな。うん、ミナが出てね、フィルミーノは確かミランに移籍したような気がするんで。そして元 PSG のセンターバックにマルキーニョスがいますね。よし、張り切ってこうぜ。負ける前提でちょっと話したけど、勝ちてえないいね、
いいね、横横へとやっていくな。お、ムーバペ、ネイマール、いやー、アリソン、大チャンス、はい、これ決まった。決めんのかい、それそれ決めんのかい。お前やっぱすげえな、ムバッペ。ラビオのこのフラスルに対してダイレクト。うお。合わせにいった、スーパーゴールじゃん、ゴラッソ。よし、まさかの先制点。空いてます、空いてます、めちゃくちゃ空いてるよ。おお。苦しんでおりますな、リバプールは。おっと、来た来た来た、攻撃来た、クロス、いい、あ、やばい、危ない危ない危ない、来るぞ来るぞ、来て、あー、強烈、やべー、いや今のは左とは読んでたけど、止められなかったよね普通に。あそこは正直どう改善しようかわからん。ここ来た瞬間に、ちょっとニアに詰めすぎたかな。だよな。もうちょっと真ん中らへんに立ってもよかったよね。とりあえずシュートすごかった。ちくしゃー。すまねえ。みんなせっかく取ってくれた1点なのに。前半終了間際に失点してしまった。いやー、やっぱリバプール手強いっすね。このグループステージの中で一番怖いわ。サラー、おお、急なクロス。あ、来る、いやー危ない、あえくわ、折り返してくると思ったが、左手もうちょっと上げてほしい。逆転されちゃったよ、負けた、リバプール相手には勝てんかった。リバプール相手には2試合4失点しましたけど、これリバプール応援するしかないよな。ナポリ戦、リバプール対ナポリ、勝ってもらわなきゃ困るわ。マネなんかにも、2回決められてるしな今大会。この試合のパリ・サンジェルマンホームなのにわずかシュート2本、リバプールに圧倒されました。この戦いぶりじゃ優勝なんて無理だな。どこまでいけるかだわ、突破しても。これで、ね、ナポリはまあ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 、まあ、だよね、勝つよね、セルクルブルージュ相手には。いや怖いな、こういう時にね、わかんねえんだよ、リバプール負けちゃうかもしんねえんだよな。いや勝ってほしい、リバプールには。もうナポリ相手に、前回リバプールはナポリ相手に何点で勝って、3対1で勝ってんだよね。いや、いけると思うんだよな。しかも今回リバプールホームだから、うん、まあ、というわけで次回はですね、グループステージ最終節をねやっていこうと思います。もうこっから先はもうチャンピオンズリーグメインでもいいかな。リーグ戦をダラダラやっちゃうと長くなるんで、そうですね、チャンピオンズリーグメインにやって、もう早く監督になってね、クラブを率いたいってのもあるんで、まあ、あとクラブを率いるタイミングだよね。
そこをちょっと考えないと下手したら本田監督キャリアモードみたいになるんで、まあ、それはちょっと次回また話したいと思います。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。